今日は8月15日、こを静かにこれから全国戦没者追悼式へ向かいます。79年目の8月15日、すべての戦争犠牲者の方々へ追悼の誠を捧げ、ご遺族の皆様に心からお見舞い申し上げます。全国戦没者追悼式へ、在後安彦党副代表とともに参列させていただきました。のの <noise> 夏が重要な時はないとはい平和への誓いを新たにシトリガウツ戦没者墓苑へ参拝してまいりました墓苑には旧満州の日揚げ犠牲者とシベリア強制抑留者の慰霊碑もあります私の祖母の兄は シベリアで命を落としました。どれほど無念であったか。戦没者数一覧図に込められた人生と命、のさらに現地の人々の多大な犠牲に心から哀悼の誠を捧げます。エシ